128漢方処方分析124番の千九茶長さんです。茶葉、ね、を含む漢方薬、風邪の諸症状にと右の上の一行解説で書いてあります。抗生症薬9個、抗部脂、千九、恐喝、経外、発火、白脂、防風、肝臓、茶葉です。15分類では、抗部脂、ね、があるので、機材と分かります。経外が見られますので、生薬の方向性で皮膚科用とも分かります。特別虚実のスコアや寒熱のスコアに該当するものはありませんね。気血水は抗部脂で気に向いていると分かり、腺灸で血に向いていると分かります。水に向いている生薬はないんですね。気血に向いている漢方薬となります。抗部脂があれば太陽病ね、まあ風邪にも効くってイメージですね。太陽病というのは急性疾患用って意味ですから。右に移って保険病名、風邪、血の道症、頭痛と。これは結構保険病名いいですよね。風邪っていう急性疾患と血の道症、これ女性のいろんな訴えと頭痛と。こんだけあると3つですけども結構使いやすいです。こんな症状にも鼻詰まり、めまい、気管支炎とあります。ルールからイメージできる典型的患者像いきます。分類チャートからは抗部脂があるので機材の範疇に入る。生薬の方向性からは経外があるので皮膚疾患にも有効とわかる。拒否スコアは該当生薬がなく、海板セミソムの0点になる。寒熱のルールも該当するものがなく、強く温めも冷ましもしない漢方薬とわかる。抗部脂があるので気鬱に有効とわかり、寒熱はファーストステップ、セカンドステップとも該当するものはない。腹部に特別な所見はない。6病院のルールからは抗部脂があるので太陽病に分類される。よって舌に所見はなく、脈は軽く触れてね、触るが弱い状態が典型的ね。つまり不弱っていうんですね。6病院のルールからは小陽病や陽明病にオートマチックに分類されない、ね、そこで小陽病に該当する生薬の、どれも含まれない、ね、重症向けの抗血剤でもない。それより次のステップまで行って抗部脂があるので太陽病となる。これ聞くだけじゃ難しいですから、ぜひ6病院のルールは時々見てくださいね。まあ結構よくできてますね。まあ6病院、小管論の時代に急性期の病態を太陽病、小陽病、陽明病、退院病、小陰病、血沈病としたんです。それをなんと後の人が慢性期にも、まあ、それを大体応用しました。まあこのざっくりとした分類ですけど、まあ、役には立つんですね。半分ゲーム、遊びと思ってやってると結構いいんだなと分かってきます。ワンポイントアドバイス、抗部脂は、酵素酸70番、腎脂肪糖92番、腺灸茶症酸124番、竹状雲端糖91番、二術糖88番、尿心酸67番の6処方に含まれている。抗部脂の存在で太陽病に分類されるのは腺灸茶症酸124、酵素酸70の2つである。竹状雲端糖91と二術糖88、尿心酸67は小陽病に、腎脂肪糖92は例外的に退院病としている、ね、まあ半分ゲームの素因がありますけど、そういうふうになっている、ね、という古典、そういうふうに古典が分類しているという意味です。千九茶長さんの原典は和剤局方1107年、ね、浅田宗博の不都合薬物相関区決になんと記載はありません。はい、124番千九茶長さんでした。以上です。